皆さんこんにちは、キズナ長崎です。九州限定のアイスクリームって聞いたことがあります。竹下のブラックモンブラン、まあ長崎では普通に、私が小学校時代、昭和の時代は1本50円でした。今は110円やったかな。チョコレートバリナーです。こんな感じで当たりくじがついてるっていうのがですね、とても嬉しいです。どこや、こんな感じで当たりくじがついてます。早速いただきたいと思います。一口じゃ無理やな。二口でした。外れました。次頑張ります。あ、うめえ、うまかった。